こんにちは、パーソナルトレーナーのビースト村山です。今回はね、もうタイトル通りなんですけども、今コロナでね、世界中が大変になってると思うんですけども、ワクチン2回目をね、昨日打ってきました。それをね、感想と、副反応と感想と、ある程度筋肉質の人がね、どういった点に気をつければいいか、そんな話をですね、今日はしていきたいと思います。もうね、このビデオを見てあっと思った方もいると思うんですけども、結構ね、副反応出てます。私は、ね、結構出てます。ですので、今ね、ちょっと辛い状況ですね。言葉がね、出ないんですけども、でもね、辛いと言っても、立てないとかではないし、動けないっていうほどでもないっていう感じですかね、私の場合は。だからめちゃくちゃ大変かっていう、その大変な物差しっていうのもね、難しいですよね。人によって違いますからね。熱自体は、ごめんなさい、時系列でね、お話をした方がいいですね。昨日の5時半頃ね、モデルナ2回目打ちました。で、その日のうちはもう全然何もなかったです。いつも通りでした。ただね、1日経って、今朝、私結構ね、ロングスリーパーで結構寝たいタイプなんですけども、朝ね、5時前に起きました。なんかお腹も張っていて暑かったですね。だからその時点熱測れてないんですけども、多分これ副反応だなっていった感じです。で、症状としては、熱もそうなんですけども、節々が痛いですね。私もね、腰が痛くなるとか聞いていたんですけども、そうですね、腰の痛みだったりとか、関節、あとふくらはぎとかね、なんかそういった筋肉もね、なんかこう痺れるような感じがあります。ただね、カロナールとかね、解熱剤を飲んで、今仕事をね、一通り終わらせたところです。ただね、途中やばかったっすね。何がやばかったって、もう立てない。もう今もね、ゾワゾワ来てるんですよ、足にね、来てるんですよ、立てない。しびれっていうか、その節々の痛みが足に来て、もう立てなくなるんですよ、本当に。もうそれだけ。だから熱は我慢できても、そこが結構きつかったですね。だからお客様にね、ちょっとすいません、ちょっと座らせてもらっていいですかって言ってね、座ったりとか、うちのお客様はね、皆さん優しいんで、もうちょっと椅子に座って休んでてよって言ってくれるんですけども、そんな感じですね。で、今はね、ちょうどカロナール切れるぐらいのタイミングなんですけども、非常に暑いですね。ちょっと頭痛もしてるかな。頭にも来てるし、おそらくね、リンパだと思うんですけども、この脇のね、液化リンパ節っていうところ、あと鎖骨もここにリンパ節ありますね。あとここもそう、顎、顎下リンパっていうんですけども、この3点がね、ちょっとこうビビってこう痺れる痛みが出たりとかしますね。だからリンパって免疫機能をね、司る場所でもあるので、そういったところにもね、影響があるんじゃないかなと思います。で、今からね、筋トレをある程度やってる人についてちょっとお話をしていきたいんですけども、やはりね、気をつけるべき点がね、いくつかあります。で、まず一つ、トレーニングをしない、ね、摂取タイミングに合わせてトレーニングをしないようにしてください。そして二つ、栄養摂取、非常にね、栄養摂取しづらい状態になりますので、栄養摂取気をつけましょう。そして最後、ポイント3なんですけども、ポイント3はですね、できるんであれば翌日、会社員の方は有給取るとか、個人事業主の方なんかはあらかじめちょっと予定を空けておいた方がいいなと思っております。じゃ、まずね、ポイント1からお話をしていきたいんですけども、トレーニングをしない、これね、結構大事だと思うんですよ。ワクチン打って3日間ぐらいはね、トレーニングしないでくださいって言われてるんですけども、私ね、前もやんない方がいいなと思います。前やっぱり疲れてたりとか、免疫力落ちてる状態でいくと、なんかよりこの副反応が強いんじゃないかなと思うんですよね。私はね、がっつり前の日もね、やってたんですけども、それやんなきゃよかったなと思いました、正直ね。トレーニングルーティン的にはやった方がいいんだけれども、ちょっとね、この副反応の感じだとね、やらない方がよかったなと正直思ってます。ですので、筋トレね、マッチの方々当然筋トレ大好きだと思うんですけども、ちょっとね、これがひどいとね、より筋肉が分解されそうな感じもするので、その点についてね、体を休めると、トレーニングをしないっていう点について気をつけてほしいなと思います。続いてポイント2なんですけども、ポイント2ですね、栄養の話なんですけども、食欲はないですよ、全然。全然ないです。朝ね、頑張って餅2個だけ食いました。
タンパク質の固形物は入らないし、なんとなくプロテインとかの、乳製品な感じというかクリーミーな感じもちょっと受け付けないなという感じで、タンパク質が取れていないのが現状です。まあ、これからねアミノ酸とかはちょっと補給できるかなと試してみようと思うんですけども、栄養摂取はね非常に難しくなると思います。ですので、まあ、EA とかねアミノ酸関係は準備しておくといいかなと。個人的にはスポーツドリンクは飲めたんで、まあ、そこにね混ぜて飲むのが一番いいんじゃないかなと思います。ただ今はまだいいんですけども、朝方なんかは水分補給もちょっときつい、そんなにね水分が受け付けないような状態だったので、まあ、そこもね無理せずその体調を見極めて水分補給もしてもらえばいいかなと思います。そしてポイント3、ポイント3なんだっけ、ごめんなさいね、自分で言っといて忘れちゃった。筋トレをしないでしょ、そして栄養摂取の話して、ダメだ、思い出せん、ポイント3、あ、そうだ、休めるね、これもちょっと被っちゃうんですけども、できればね翌日休んだ方がいいなと思いますね。当日は別に私個人的には全然大丈夫なんですけども、ちょっとね翌日だんだんしんどくなると思いますね。まあ、これがね1日2日で終わるということなので、まあそのね休み日に合わせるっていうのも一つの手段ですし、有給を取るっていうのもね非常に重要かなと思います。私はねちょっとね今回ひどいので明日の予定はね、日中の早い時間のやつは全部キャンセルさせていただきました。結構ね熱とかに強いっていうか、熱はね昔からあっても仕事してましたし、まあ、胃腸炎とかね結構ひどい時なんかも頑張ってね仕事とかしてたんですけども、まあ年もあるんですかね。まあ、今もね熱結構上がってると思います。そうですね、お客様に耳真っ赤だよみたいなね、頭も真っ赤だよみたいなね、まあ、スキンヘッドだからすごく分かりやすいと思うんですけども、まあ、無理せずねすぐ良くなるものだと信じて、無理せずねしっかり休むのが一番じゃないかなと思います。今回ね私はモデルナ、ファイザーじゃなくてモデルナ、こちらで2回目の接種をしました。翌日ね体調悪くなる方お話は大変ねたくさん聞いてはいたんですけども、私自身も、それを体感しましたので、ちょっと辛かったんですけどね、今回情報共有させていただきました。まあ私的にはねワクチン打ってもいいんじゃないかなと個人的には思ってますね。まあ、打たなくてもいいっていう方もねいらっしゃるし、まあ、打ってもいい、まあ、両方いると思うんですけれども、私はね接客業ですし、まあ、外に出ることも多いので、私自身というよりも周りの方に不安にね、私東京にいますしね、東京の人来るとちょっと不安じゃないですか、地方の方っていうのはね、東京以外の方ってすごく不安だと思うんですけども、まあ、ワクチンをね打つことによってそういった方々の不安も取り除けるかなと思って今回ワクチンを打っています。無理に打つ必要はないと思うんですけども、ぜひねこれから打つ方は参考にしていただけると嬉しいです。今回ね、これについていろいろコメント入るかなと思うんですけども、まあ、ぜひね私のコメント欄を使って情報共有をお願いします。私のこのビデオではトレーニング、栄養、サプリメント情報を中心に公開しております。もしこの動画が欲しかったら、気になった、もっと見てみたい、次はもっと明るい動画出します、そういった方はねぜひグッドボタンお願いします。今回もありがとうございました。よし帰ろう。